皆さんこんばんは、たかゆきでございます。今ですね、ジャンポケ斉藤さんの件で話題になっておりますが、あの件はハニートラップだったのかどうなのかっていうのははっきりしていないんですが、私もですね、ハニートラップに引っかかりそうになったことがあるというお話をね、していきたいというふうに思います。ご存知の方はね、もうたくさんいらっしゃると思うんですけども、旭川女子中学生の投資事件、広瀬さやさんが亡くなった件を、ずっとですね、3年以上前からずっと追っかけ続けているんですね。で、この事件については非常にですね、隠蔽による力が強くて、 SNS 上にですね、さまざまな情報工作アカウントっていうのが、信じられない方も多いでしょうが、実際にですね、政治家や行政からですね、そういうアカウントが雇われて、情報工作してくるという事態になっていたんですね。その旭川いじめ事件を追いかけている配信者っていうのが次々と潰されていったんですね。で、そんな中、私はずっとですね、妨害に屈することなく続けていたもんですから、やっぱりそのただ妨害するだけだと私をコントロールできないということで、私に近づいてくる人間たちっていうのがいるんですね。で、その近づき方は様々で、男性もいれば女性もいるんですね。はい。で、まず男性についてなんですが、男性についてはですね、私にですね、近づいてきまして、信頼を得るという行動をね、たくさんしてきます。で、私も程度ね、付き合いますと、やっぱり信頼してくるので、LINE も教えますし、電話番号も教えて、で、毎日 LINE でやり取りするようになります。ただですね、そういうふうになっても私、そういうことがあるっていうのはもう分かっているので、完全に 100% 信用するっていうことはなく、一線を置いて付き合っていたんですね。で、ただ、やっぱりですね、その関係がもう半年も1年も続いたので、さすがにですね、私もちょっと信用しきっていたので、最後裏切られた時はですね、かなりショックだったんですけど、ただ一線を越えて情報をね、私も話してなかったので、ただ深いところまでは話してますよ。他の人には話さないような、深いところまでは話したりしますけども、一線を越えて事件の言っちゃいけない部分っていうのは言わなかったので、そこは良かったかなというふうに思います。どんな裏切られ方をしていたかというと、私がどういうことを考えてて、どういう活動をしていたかっていうのが反対勢力に漏れて、ました。そして、スパイみたいなもんなんで、彼は私の動画をですね、全て消すことを目的としてましたので、あらゆる手法、話術を使って私の動画をですね、削除させるように仕向けてきました。優しい感じでね、私のためを思ってみたいな感じで言ってきまして、私も一時期それに応じてですね、全部旭川関連ね、削除したりとかしたんですけど、私も途中で、これはおかしいなということに気がついて、すぐにですね、動画を全部復活させていったという、経緯がございました。はい。それは男性版です。で、あと次、女性版なんですけど、女性版はですね、若い女性ですね、20代前半だったと思いますけども、未だに写真とかはね、残ってるんですけど、やばいやつだろうなと思って、あえて、明かさないでおきますけど、まずは、向こうの身元を明かしてきて、近づいてきて、私の信用を得ると。で、しかも、YouTube 上でですね、結構スパチャをくれたりとかするので、なおさら信用していくじゃないですか。で、もちろん事件を真剣に考えているような風を見せて、参加してくるので、
うん、そうするとまあ信用できる女性の方なんだなと思って、まあ、やっぱり LINE を教えたりなんかしますよね。でもちろん電話もします、うん、でまあうまいのはですね、向こうから会おうとかっていうふうには言ってこないんですよね。私から言うのを待っている感じなので、ちょっとした小さな誘惑ですね、私は好きなんですよっていうようなことをポツポツ時々言ってくるような感じですね。で、家族関係とか住んでる場所とかっていうのはもちろん向こう任してきますし、まあ本当か嘘か分かんないんですけども、まあ外車をね乗ってるなんかお金持ちの女性という設定なのか、本当にお金持ちなのかちょっと分からないですけども、まあただスパチャの金額も半端なかったので、1回5000円とか1万円とかですね、しょっちゅうするようなアカウントだったので、資産的にもね余裕がある人間がそういった反対勢力から雇われたのかなというふうに今思えば感じますね。でその人物とも半年ぐらいやり取りが続いたんですね。でその彼女は、まあ、彼女はつうかその女性は、まあ、別に付き合ったりしてないですよ。で実際に会ってもいないです。で先ほどの男性とはね会ってるんですよ。居酒屋で会ったりはしたんですよね。ただ女性の方はね、うん、ちょっと完全に信用しきれないところがあったので、私もですねとどまりました、うん、まあちょっとね、まあ、見た目がタイプじゃなかったっていうのもあるかもしれないんですけど、綺麗な細身の綺麗な方なんですよ。ただ私のタイプではなかったということでね、これがもうちょっとタイプだったらねやばかったかなという感じはするんですけど、うん、でまあそれでね、まあいくらスパチャしても私が情報を話したりとかなびいたりしないので、まあ中もうしびれを切らしてですね、半年ぐらい経って、なんか私をもてあそんで警察に訴えますとかっていうですね、ちょっと半切れ状態になりまして、まあ、本当に警察に言ったみたいなんですけど、まあ、ただ私の方にはですね特に警察からの連絡はないんですけど、まあでもどうやら本当に通報した感じでしたね。でその人、女性の一人は一人だけじゃなくて、まあ、周囲にですね、まあ、やっぱりそういう知り合いというか仲間がいるような感じだったので、まあ、周りと連携して通報したりなんだりはして私を潰そうとしたようですが、まあそれにもですね私は屈することが、なかったということになります。なので私もですね、まあ、個人情報も最低限の流出にとどめて、事件の情報についてもある一定以上は言わないようにしておりましたので、まあ、そういったですね、まあ、ハニートラップですか、まあ、実際にあるにはあるんですよね、うん、まあ、ジャンポケの斉藤さんがどうだったのかっていうのは全く別問題なので分かりませんけども、今回はね、まあ、私高行に近寄ってきた、まあ、ハニートラップ、まあ、男性版女性版ね、両方あったということでお話しさせていただきました。まあ、皆さんもね、まあ、どんなアカウントが近づいてくるか分かりませんのでね、まあ、注意しながら活動していっていただけたらと思います。ということで、ではまたお会いしましょう。じゃあね。